お呼びでしょうか。ハガードはすでに人を隔離区域に使わした。要件を解き放つ時が来たのじゃ。目標シグナル消失、位置を見失った。気をつけて、様子が変異。まさか異星種、どうしてここに。急げ。トラップだ。なんとか振り切らないと。よく見て。別れよう。情報にはなかったわ。エナジーが少ない。最後まで持ってちょうだい。まずいわ。あのモンスター追ってきたの。不足により停止します。まずい、なんとか持ちこたえて。スプレッサーのエナジーがもう、あと少し、あと少しだけ。目標を捕獲、了解。連行した後に記憶を消去する。お兄ちゃん、心拍数が安定してきたわ。もう大丈夫だろう。身体機能を回復している。やっぱよかった。あ、動いたよ。
一体何が？ねえねえ、見える？お兄ちゃん、早く来て！気がついたか？サプレッサーは問題ないな。安心しろ、もう大丈夫だ。ここはどこ？サプレッサーのエナジープールを新しいものと取り替えた。かなり。あなたたちは？こいつはシャーリー。俺は兄のジーク。このシェルターの責任者だ。あなたたちが助けてくれたの？うん。シェルターの裏手に倒れてたのを見つけて。それにサプレッサーのバッテリーも切れていた。それで仕方なくシェルターに運んで応急処置をしたというわけだ。ここはコードナンバー HT501 アストロシェルターだよ。それはそうと、名前は何だ？なぜ裏山に一人でいた？それが何も覚えてなくて。私が見つけた時は全身擦り傷だらけだった。もしかすると迷子になったスカベンジャーさんかな。迷子それは運が悪かったな。あのメカの墓場には異星獣が住み着いている。生きているだけで儲け者だ。記憶が戻るまでここにいるといい。さっき全身を検査したが特に問題はなかった。ありがとう、助かるわ。とりあえず身なりを整えろ。それではいくらなんでもひどすぎる。シャーリー、こいつをセリーンのところに連れて行ってやれ。彼女にはもう知らせてある。分かった、ついてきて。武器はあそこの箱の上よ、忘れないでね。ジークはここで育ったの？私たち小さい頃からずっとここで暮らしてるの。その頃はまだ人も少なくてね。みんなで少しずつシェルターを今の形にしたのよ。もう準備が できています。いつでもどうぞ。これは私はミア、第4、第4、第4世代 AI サーバントです。こんにちは。ミアはこれでも役に立つのよ。お兄ちゃんが遺跡から見つけてきたの。でも言語モジュールにちょっと問題があって、時々会話が変なの。すみません、ミアは皆さんに正しく伝わるよう努力します。いいのよ早くこちらへ。セリンさんをお待たせしてはいけません。あそこに戦艦があるでしょ。あれはベツレヘム号。50年前からあるんだってお兄ちゃんが言ってた。50年も？大厄災の時、近くをパトロールしていた連邦艦隊がオムニアムの爆発で全滅したの。ベツレヘム号だけが島に不時着して、その残骸の周りにシェルターを建てた。あれがセリン祭よ。行きましょう。
が裏山で救助されたって子ね。はじめまして。シャーリーと同世代かしら。外の世界で随分苦労したんでしょうね。セリーンさん、早くこの人をきれいにしてあげて。はいはい、わかりましたよ。